やべ、すぐに撮るとか言いながら。やべやべ。撮りまーす。はい。あと9日です。まあそうですね。この2人ですね。フューズラップレチャスか。あの、スマホ急に集まってきた。はい。クリスマス盛り上げたい。アニバーサリーも、パーッと盛り上げてくよ。冬空プレシャスで盛り上げて、それから、お祝い事といえば、そう、お酒。お祝いはやっぱ、え、そんなあったっけ。みんなもハッピーなアニバーサリーを過ごすのよ。まだまだカウントダウンは続くよ。明日は、はんなりな二人が来るってさ。お、わかるわ。もうこれはね、あの二人ですね。わかりましたわ。ということで、はい、来ました。はい、どうも皆さん、こんにちは。くちゃねでーす。はい、どこ？どこだったっけ？これね。はい。ビールを持って、お祝いを制する。うん。それ違うユニットのやつでしょう。ということで、12月ですね、冬空プレシャス。ランキングの方が11,890位でしたね。わーい。ってことでね、いつも通り2万以内取れましたよ、ということで。動画のことに関しては、あれですね、クリスマスガチャで、あれですね、チーリーと、チャンミョが出た感じですね。で、結構ガチャ引いちゃったのかな。で、結局出なかったっていう感じですね。で、アイリンのイベント、アイリンの誕生日か、がありましたので、そこで、アップルパイプリンセスを歌うというね、動画を上げましたね。はい。そして、あとは、あ、ライブパレードでこれ筋トレも取れたのか。という感じで、あとは、特になんもないかな。特に何もないね。他何もないっていう感じですけども。はん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 。っていう感じね。あとカウントダウンがね、ぐだぐだしたな、みたいな感じですね。はいはいはい。あ、そのライフがこの時に2倍まで回復するようになったんですよね。はい。で、あと、あとは、まあ、あとはあれか、その、ライブパーティーの復刻のイベントで、アイリのが回収できたよって感じかな。っていうぐらいですね。それ以外は特に何にもないかな。っていう感じでございます。という感じで、皆さんはどうでしたかね？ 12 月の思い出はどんな感じでしたかね？ぜひぜひね、コメントよろしくお願いします。というわけで、明日もね、チェックしてみてください。では。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では。